皆さんこんにちは。生きているうちに楽しいことを好きなことを同世代応援 YouTuber 網かご鉢職人ヤゴミでございます。今日は、寄せ植えとか植え替えを少しやっていました。そして昨日ですね、毎年恒例の、春と秋にする、お人形の撮影会も、やりました。その、ね、様子はまた、動画かショートにしたいと思います。で、ね、いろいろ、寄せ植えの方も仕立て直しをさせていただいたりしました。はい、ちょっとだけハロウィンあ、これね、昨日おとつい、ボスサキレントさんのところに行ってきてね、いただいたやつです。プレゼントとかお土産にね、いただいたやつです。そして昨日寄せ植えのね、ドールのお友達と寄せ植えやったんですけど、なんかね、これもういらないから使ってって言わはったんでね、使わせていただきました。海の家可愛くないですか。海の家風になりましたね。そしてこの鉢ね、この鉢の寄せ植えはヨンヨンちゃんの、ヨンヨンちゃんの鉢でございます。この間のハートマルシェで、ね、買いました。モリモリとね、結構セダムがカリカリなのかモリモリなのかどちらかみたいな感じで、成長していたり成長してなかったりするのもあるんですけれども、ね、ユーカリが枯れちゃいましたね。これ多分枯れちゃってますね。ここにちょっとだけ新しい芽が残ってるんですけど、これ多分もう枯れちゃったんじゃないかなと思います。そしてここにあったアジサイのアナベルもね、なんかもしかするととうとう枯れちゃったかもしれないんですけど、下ね新芽が出ているので、なんとかね、鉢植えはどうしても乾きが早いのでね、難しいですね。で、今日はちょっともう水やりをしてから、ここのね、この庭のところだけお水やりをして、ハウスの中はちょっと様子を見ながらちょこちょこっとお水をやっておりますので、シュワシュワとなったやつだけ、やりました今日ね。はい、セダムも本当にモリモリこっちモリモリなんですよ。こっちモリモリなんやけど、あっちカリカリなんですよ。多分火が当たるのと当たらないの、多分時間が違うんやと思います。はい、というわけで今日は、まあ久しぶりに、超久しぶりに多肉ごとをしたんですけれどもね、はい、スプレンダー丼、オンスロー丼ね、まあまあなんとか生きてはいます。なんとかね、生きてはいますよ。こんな感じで、まあ枯れに、ああそうだそうだ、あのね、実は森の多肉園さんで買った唯一の、石化、ダメにしちゃって、少しだけ残ってるんですが、助けられるかどうかわからないです。もう、ごめんなさい、本当に。はい。でも、しっかりと、できているものは、これね、これも、拠点よりもね、DL さんのこの石化の苗がめっちゃきっちり育ってますね、この辺でね。やっぱりここはここに置いてあって、でこっちね、数年前に置いてて、そのアイクソールの石化はここに置いていて、ここ開けてて雨が当たってて、晴れになって雨が当たって晴れになってっていうのが続いたからダメになったんですよ。で、ここってまあ風通しがいいとこなんですけど、その森の谷健さんの王子のあのところで買った、何だったかな、あれ、フェンデル石灰やったかな、フェンデル石灰はあのね、ここの下に置いといたんですよね、日陰に。ね、ダメになっちゃいました。もうね、ダメになる苗、ダメにならない苗っていうのがね、だんだん分かってきました。私のそのね、ここの土地というか気温に、順応できる多肉と、もうできない多肉。人間育てて分かりました。ダメなものはダメです。私のテーマあるんだと思うんですけど、まずは、星系ダメです。私の育て方、星系はダメですね。で、ぷくぷくは大丈夫です。ぷくぷく、で、葉の薄いのも私ダメですね。
ダメなもんばっかりじゃないかなって感じもするんですけど、はい、そしてやっぱり冬に強いものは OK、 そして夏は意外と去年はねダメっていうのはね雨ざらしやったらダメなんですけど、今年はまあハウスもあるし、まあまあその台風も避けられたしっていうのでね、あの夏にダメになるっていうかカラカラになることはねないです。でもあのセダムはやっぱりあのエケベリアと同じように育ててたらカリカリになりますね。あの中にどうしても入れてたこのセダムはカリカリになっております。これもねなんとか今月中に仕立て直しをして増やせる方向に持っていきたいかなと思ってます。もう姫修理はアホほど増えております。なんでアホほど言うんやという感じですけどね。はい、そしたら今日は、まあ、元気な苗ね、ここもモリモリになりました。はい、元気な苗の紹介と今日はまあ植え替えしましたよ、寄せ植えしましたよということの報告でした。ボスサキレントさんの、オープンハウスに行った時の動画と、そして昨日のドール撮影の動画がちょっとまあ前後しますが、今日これをアップした明日以降に、まあ、続けてしていきたいと思いますのでお楽しみに。はい、そしたら今日はここまでになります。バイバイ。明日も多肉ごと頑張ります。